皆さんこんにちは、伊藤恵です。今日は久しぶりに発表会やコンクールおすすめの作品ということで、ギロック作曲の風車、エオリアンハープ、そしてヨーヨートリックの3曲を演奏してみました。この3曲とも、このギロックのピアノ小品集、バロック様式を身近に感じるためにというこちらの曲集に3曲とも入っています。で、風車は、聞いてみると右手がすごくコロコロ回っていて、で左手もね、この風車がくる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 回っている様子を指でこうカタ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 って回っているような感じに弾かなければいけないので、一見ちょっと聞いた感じ難しいかなっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と同じ形で指が動くので、ドファミレドファミレドファミレって同じ形で動くので、そんなに聞いているほど多分難しくはないかなっていう風に思います。例えばこのいろんなリズム練習、譜点でやってみるとか、逆の譜点でやってみるとか、全部スタッカートでやってみるとか、そういった細かな練習を積み重ねるときっと綺麗に弾けると思います。こう風がピューッと吹いて、風車がカラカラってこう回ってるような、風景をイメージして弾くといいと思います。で、ドファミレドファミレって弾くよりも、むしろその時々出てくる音階が普通の音階の指使いとちょっと違うところがあるので、そこが弾きづらいって思う人もいるかもしれないです。特にね、最後の方ちょっといつもと違う指使いで音階を弾くように書いてあるので、手首をね、柔らかくしなやかに使って弾いてください。で、エオリアンハープの方はもうとっても綺麗な作品で、ペダルをたくさん使います。で、もちろんリズムの中に入れていくんですけど、あまりタッ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 タっていう風にこう刻み縦割りになってしまうんじゃなくて、フレーズを長く長く歌って、こう雰囲気を大切に弾いてください。3曲目に演奏したヨーヨートリックは、多分この3曲の中では一番こう元気がいい曲かな。その早いとか遅いとかゆっくりとかそういうんじゃなくて、こう元気のいいような曲がこの3曲目のヨーヨートリックだなと思っています。で、いろんな曲で同じように私も言ってるんですが、チャンチャンってやる右手のところがあまりねうるさくならないように、2回ともトントンって2回目が伸びちゃうとか、そういうことがないようにきっちりと刻んでください。2つの和音を左手にメロディーが来ているので、もう左手しっかりとね、した音色で弾き込みましょう。で、この3曲とも結構このテンポの揺れが指定されて書いてあります。だんだんゆっくりとか、だんだんこう進んでとか書いてあるので、そういうところをただ単に早く弾くとか、ただ単にゆっくりするっていうんじゃなくって、曲のイメージでどういう風にゆっくりになっていってるのかなとか、どういう風にこう加速していってるのかなとか、その速くなり方遅くなり方、そのテンポの揺らし方もしっかりと曲のイメージに合わせて、揺らすと、とってもね素敵な曲になると思います。ぜひこの3曲弾いてみてください。Kチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube の他にも SNS、Twitter、ブログ、インスタなどやっています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。